はいはい、こんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、秋のドリームセレクション、今回回すのは覚醒奥義回させていただきます。はい、ジェムのみ2回限定なので22連回していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。さあ、頼みますよ。未所持いいの出てくれたらいいですね。はい、夢を見させてくれ、ドリームセレクション覚醒奥義22連、まずは11連目、レッツゴー。と1個ですね、ミラボ1個スキップ、まずはスキップしていく。これはなんだ、これは持ってないでしょう。胸元にルービックキューブ、これは何でしょうか。多分未所持だと思います、見たことありません。おっと、まさかのバッシュチェインでした。厳しい厳しい。これちょっと待ってください、これって、あ、星5 1個確定なんだ。でミラボ出てますね、素晴らしい。ちょっと連動マックスとか粘度はこうアップになるものではなかったかぶりなんですが、気を取り戻していきましょう。かつ出てほしいですね。ドリーム1個率っていうのは結構なかなか多いので、そのパターン言ったら2個になった、言ってみるもんですね。ではスキップレッツゴー、しかも潜るという素晴らしい神対応。さあ来い、あ、見たことないですね、見たことないですね。さあ来い本命、これ絶対持ってないでしょ、見たことないもん。このスタイリッシュな、え、なになになに、リュックシンクロ、え、待って、10セットじゃないですか。アーロンさんの炎覚醒10セットじゃないですか。リュックってシンクロ持ってなかったっけ。リュックのシンクロ未所持、あざすざす。ということで新規2個ファイナルファンタジー10ですね、素晴らしいですね、ありがとうございます。で選べる覚醒見ていきたいと思います。おまけ回収は最後にまとめて一気に取りに行きたいと思うので、よかったら動画見てくれたら嬉しいです。一応ガチャも回しながらのおまけ回収になると思うのでお楽しみください。はい、覚醒ラインナップ見ていきましょう。ヒカセン、ガーランド、セイラと持ってますね。個人的にはエコーが欲しいかなというところではあるんですが、フレブレバフついているシーフ、こちらおすすめではありますね。個人的にはこっちのシーフも欲しいんですよね。はい、低速状態だと効果が変わる、これちょっと狙ってるっちゃ狙っています。はい、ファンタジー2見ていきましょうか。フリオ君未所持、マリアは強いですね。はい、ミユさんも僕はちょっと使っております。未所持はまあまあ多いんですが、皇帝ちゃん、まあ、ヒルダのね覚醒持ってないので、いずれは揃えていきたいかなと思っているところであります。まだ実践見ていきましょう。はい、ルーネス、アルクーと揃ってるんで、アルクーもねちょっとスタメンに入れてあげたい候補の一つです。クラクモ姉さんの新しい覚醒が出たら優先的に取っていく予定ではあります。クラクモは強いですね。まだ G4 見ていきましょう。セシル、セイセシ、ヤミセシも揃ってます。カインちゃんもねちょいちょい揃ってるので、リディアのこちらの覚醒未所持なんですが、ちょっと欲しいかなという個人的に思ってます。はい、ヤンは持ってない、ポロも持ってない、テラ持ってないという、エッジも強いですね。はい、新規勢の方だったらエッジ狙ってもいいんじゃないかなと思います。セオドアルビカンテ、アーシュラは未所持、バルバレシア個人的には風でもスタメンで現状を使っております。はい、5見ていきましょう。ファンタジー5ですね。レナちゃんの覚醒持ってないですね、これ。これ結構優秀なやつだと思うんですが、これも欲しいですね。はい、ガラフも未所持。ゴゴちゃん、ギルガメ未所持あると。で、バッツなんですが、覚醒は、地属性は持ってないですね。はい、ファリスさんも優秀ですね。クルルも欲しいとちょっと狙っているところではあります。6見ていきましょう。ファイナルファンタジー6です。好きなシリーズではあるので、ティナちゃんの覚醒こちらも強いので、まあ、ハイブリッドキャラではないんですが、始めたばかりの初心者だったらティナを鍛えるのはいいんじゃないでしょうか。まあ個人的にはティナ推しではあるので、セリス覚醒2個も持ってないですね。あとモグちゃん、みんなでダンシング、これは持ってればハリウは問題ないかなという感じですね。優先的に取った方がいいかなと。個人的には風のラプソティをすごい使っているので、モグちゃんおすすめですね、キャラ愛も含め。はい、ストラクスの G さんもねちょっと集めておきたいというところがあります。リルムもヒーラーとしてはすごい優秀だと思うので、覚醒2回使えるようになるのもありですね。ケフカも強キャラですね。6結構強キャラが強いので揃えるのもいいんじゃないかなと個人的には思います。ファイナルファンタジー7ですね。
はい、クラウド先生はめちゃくちゃ強いですね。天雷はおすすめかなと思います。はい、ティファちゃん個人的にキャラ愛ではあるんですが、エアリスもヒーラーとしてはかなり優秀なのでおすすめではありますね。レッド13、こちらも地魔法で弱体ヤーとしてチェーン役として入れるのはありかなと思います。はい、ケットシーもかなりお世話になってますね。はい、健康デバフができるので、まあ、ホパの方でも活用させていただいてます。ザックスも未所持ありますね。ちょっとステアップも兼ねてゲットしときたいというのもありますね。セフィロスさんも。はい、ルーファース社長もなんかちょっと個人的に集めていきたいですね。はい、タックスメンバーちょっと集めていきたいですね。イリーナも。エイト見ていきましょう。エイトなんですが、スコールスコール、リノアリノア、キスイ先生と持ってますね。ゼルも持って、セールフィーも持ってる。アーバインは未所持、サイファーサイファー未所持で、ラグナさんも持ってると。まあ、雷神風神イディアちゃん、風神未所持ありますね。はい、ウォードも未所持ありと。エイトは結構割と覚醒は揃ってる感じなんですよね。ナイン見ていきましょう。ジタンちゃん、ガネガネとビビビビビビの覚醒3が出たら優先的に取りたいと個人的に思ってます。スタイナーはスルーしてます。フライヤーでクイナもよ、あれちょっと集めていきたいんですが、現状物理パでも使ってないので、まあ、今後揃えていく可能性はかなり高いですね。クイナは、クイナ使ってる方多いんじゃないでしょうか。テン見ていきましょう。テンなんですが、ティーラ、ユーナ、ユーナ、ワッカワッカ、ルー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 と、ヒマリは倒産、ヒマリだけスルーしてますね。リュックさん、アーロンさん、ジェクトは1個持ってない感じですね。ブラスカさんも未所持の覚醒ありますね。はい、ブラスカ結構揃ってるので、まあ、今後集めてもいいかなって感じですね。ファイナルファンタジー10でも魔法パ組んでみたいので、まあ、現状ユーナしかいないのでね。シャントとアヤメ、クリル・ラプリッシュ、プリッシュは結構優秀なので取ってもいいんじゃないかなと思います。僕個人的に前回のドレスで取ったのかな、そんな感じですね。リリゼットも前回取ったんじゃないかと思います。バフ役フルブレ対策できるキャラとかは優先的に取っていいんじゃないかなと思います。もちろんアタッカー強化していくのも大事ですが、はい、まあ、星ロテマ石とか純白オーディンぐらいまではそこまで気にしなくてもいいのかなっていうところあるんですが、ハリウー以降は気にしてもいいんじゃないかなと思いますね。バンちゃんね、2個ありますね。もう1個取りたいですね。はい、こちらも割と揃ってるっちゃ揃ってるので、ラーサーの覚醒2出たら取りたいと思ってます。フルブレバックついてるので、レックスですね。レックスも僕はスタメンに急上昇で入れたので、こっちの覚醒も取りたいですね。こっちはフルブレバックついてるのでおすすめです。はい、次見ていきましょうか。ファイナルファンタジー13ですね。はい、ライトニングレーンさん、こちらも強キャラではあるので、物理雷人気のキャラであるので取っておいた方がいいかなという感じはありますね。はい、個人的にはホープくんかなり強いので鍛えてます。あとセラちゃんですね。レインズも揃ってると。ノエル、ナバートも強いですね。結構魔法キャラ強いキャラが多いので、僕は魔法パで組んでるっていう感じです。ファイナルファンタジー14見ていきましょう。ヤシュトラ、ヤシュはサンクレット、サンクレット今回から追加ですね。イナも欲しいところ。パパリモは前回ワンダーで取りました。アルフィノは一番内では強いアタッカーにはなっているので、今後も育てていくという感じですね。ミンフィも揃えています。シリチェンが欲しいかなというところでありますね。はい、オルシファーもフルブレバフがついているので、まあ、キャラ愛の人いたらゲットしてもいいんじゃないと思いますね。はい、アリゼ個人的には狙っていきたいかなと思いますね。いいキャラしているので。はい、15見ていきましょう。15なんですが、ノクティス強いですね。やはりノクティスは揃えていけば問題ないんじゃないかなと思うんですが、イグニスフルブレバフがついているので、これはおすすめかなと思う。優先順位高いんじゃないかなと思います。イリスでアラネアが強いですね。僕はプロンプトとアラネアのコンビで、まあ、メインアタッカーアラネアちゃんという感じではありますが、現状ドリセレで雷のシンクロが取れないので、取れたらノクティス強化していきたいと思います。パラオタジタクティクス見ていきましょう。ラムズ、アグちゃん、こちら辺もね、オベリア、ディリータ、オルダンデ、ガフガリオン、まあ、満遍なく覚醒は持ってますね。ラファ、マラークはスルーしておりますが、アルマもね、出番は多分ないと思うので、オーランはおすすめですね。開幕オーラン、こちら僕ラビダンでかなりお世話になっております。レーシキ見ていきましょう。レーシキなんですが、エース、デュース、ナイン、マキナ、レム、クイーンと結構満遍なく持ってるんですが、キング、シンク持ってないですね。サイスとセブンが持ってると。ジャック、エイト、ケイト、まあ、ケイトこれフルブレバフがついてるやつですね。ケイト使ってる人も多いんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで霊式がまだまだ未所持多いですね。
外伝見ていきましょう。外伝なんですが、まあ、タマちゃんも確かブルブルバフついてるやつがあったと思うんだけど、それは持ってるのがそっちを持ってるんですね。個人的にはエナクロを狙っていきたいですね。エナクロ、新奥義、覚醒も全部揃えていきたいところではあるんですが、はい、個人的にはジョブと外伝枠を別々に分けて破竜とか絶もあったらいいなと思いますね。外伝枠だけでパーティーも組む楽しみっていうのをやりたいのでね。はい、ってことでジャブ見ていきましょう。デシーさん覚醒、うらら覚醒、うららの覚醒は結構強いですね。個人的にはウェッジはかなり強いと思います。ビックスさんスルーしてるんですが、まあおいおいビックスも集めてもいいかなと思っております。そんな感じ。ファイナルファンタジーレコードキーパー覚醒22連からのおまけのセレクションチェックという感じです。おまけの回収は最後まとめて、回収とガチャ動画と合わせてお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you, マハロー。